第一プラントは情報だとスメラギからの電力供給は止まっているらしいけど、どうやらまだ生きているようだね。睨んだ通り、どこかに予備エネルギーの貯蔵庫があるかもしれないよ。入りを待ってるみんなのためにも早く見つけて持ち帰ろう。いたな、この反応。どうやらスメラギの連中も調査に来ているような。君はこの僕のアートを鑑賞しに来たお客人？
それともアートの邪魔をしに来た不心得者、どっちだい？そこの EN パックを渡す気がないのなら後者だな。それは残念。これは全部今からアーティスティックに爆発させる予定なんだ。全てをアーティスティックに燃え上がらせる美の追求者、クリム様のデトネーションのセプティマでね。言うだろう、アートは爆発だってさ。あれ、爆発はアーティスティックにだったかな。ま、どっちでもいいか。全てが美しくアーティスティックであれば。コントラクト、ショータイム。爆殺ショータイムだ。ここで君は死に、その死はアートへと昇華される。真のアートを見せてやる。死ね、死ね、死ね。貴様、美しくない。お見せし、カーニバルデスチャージ。大輪の花よ、咲き誇れ。アートに散る。よかった。あいつがバカスカ爆発させるからヒヤヒヤしたけど、 EN パックは無事みたいだね。スメラギの EN パックは幾重ものセーフティーで高い安全性を確保している。とはいえ、あのまま戦闘が続いていればどうなっていたかは分からんがな。ここはスメラギの技術力に感謝させてもらおう。これを持って帰ればきっとみんな喜ぶよ。意識を失っています。症状から言って少し前に猛威を振るった流行り病かと。それは確かなのか。ええ、以前にも何人かこの病で亡くなっていますから。実用化されたばかりの新薬でないと治らない病なんです。大きな病院なら大抵置いてあるありふれた薬らしいですが、僕たちはマイナーズ、入手は難しいでしょう。そんな、琥珀は、琥珀は助からないのです。安心しろ、俺が町の病院に乗り込み薬を確保してこよう。兄貴、ミクス、お願いなのです。琥珀を助けて。約束する、薬は必ず持ち帰る。だから琥珀の看病は任せたぞ。Oh, man.